はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もフォールアウト4、ボルト114の探索から始めていこう。ニックが多分、ここにいると思うので、彼を助けてあげるのかな。一回、キャンプ地点、拠点に戻って、アイテム整理とあと、犬を連れてきてみた。何かあったら犬に先行してもらおう。と、あとそうだ、レベルアップをしていたから、パークで、これをまた一つあげた。ガンスリンガー。どんどんセミオートのピストルのバランスがいいから、セミオートピストル、もしくは、フルオートのピストルとかの、あ、これセミオート限定か。どんどんダメージを増加させていこう。じゃあ、こっちから行く。敵はまだいるだろうからね。違う。ちょっといいか？一体なぜ地下鉄の駅から離れたところにボルトを建てたんだ？この場所はトリガーマンか？密閉とは程遠いじゃないか。使うつもりがなかったからに決まってるだろう、マヌケめ。戦前にはこういうおかしなことがあったものさ。組合のガキどもを大勢連れてきて、どうでもいい建物の建設をさせとくのさ。ほら。みんなを働かせている状態にしておくんだ。あれ？行ってくんない。なんだ。よし、行け。毒ミート。ナイス。トリガーマン、ここにいるのはみんなトリガーマンか。ナノ号ほど広くはないのかな。広いな。全然広い。全然遮蔽物がないな。犬が。よし。入れて出て。高いな、武器の。どっから撃ってきてる。突破しよう。回復。ドンキを持ってる。やって3人ぐらいいる。いた。硬いな。よし、リボルバー。おお、強い。頭吹っ飛んだ。頭狙ったらこれ決殺できるのかな。お倒した後、当たってない。うん、ドンキで、ほらヘッドをこのゲームで狙うのは結構難しいな。うん、まだいる。下にいる。どこにいる？こっちか。おい、あれ？見つけてやるぞ。この先か？開けれない。あ、こっちか。よっ。いた。一撃。もういない。ターミナルあった。ボルトテックターミナル。あ、これ同じか。まだニックはいないか。殺されてたりしないよね。開ける。あ、こっからボルト114か。まだいる？電球あった。元気にやってるか、バレンタイン。腹は減ってるか？軽く食べるか？ふざけ、間抜け野郎。いるなあ。
敵になりそう。くだらんことを言うな、バレンタイン。何も知らないくせに。どうなんだろう。多分敵になるよな。マローンがブラックリストにお前の名を書きつけてるのを見たぞ。正確にはクソったれのイカ様カード野郎って書いてたな。バレンタイン、あ、ニック。ニックバレンタインだったっけ。三回ブラックリストに。だけど。あ、え、いや、いや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 。やっぱり敵になった。どうした？ニック閉じ込められてた？なあ、おい。いた。どこの誰だか知らないが、あの間抜け野郎がニックだとバレるまで3分ある。このドアを開けてくれないか。こいつなんかカード持ってたよ。これだ。オーバーライドによるドア操作。998。あ、いた。このドアを開けるにはあのターミナルをハッキングしろ。いた。うぅ、ニック？輝ける鎧に身を包んだ騎士よ。だが聞きたいのは、なぜ年寄りの私立探偵のためにはるばる命をかけてやってきたかなんだが。半人造人間みたいな。何者なんだ。何者なんだ。言っただろう、探偵だよ。いいか、皮膚と金属部分に戸惑うのはわかるが、今はそれは重要ではない。唯一重要なのは、あらゆる困難をかいくぐって助けに来てくれた理由だ。うん、それはショーンを探している。息子のショーンが行方不明なんだ。誘拐されたんだが、誰が連れ去ったのかも、どこへ行ったのかもわからない。行方不明の子供だって？それなら敵役だ。場所は適していないにしてもな、ここに何週間も閉じ込められていたんだ。探していた家出娘は誘拐されてはいなかった。スキニーマロンの新しい恋人で、たちの悪い女だったってわけだ。とにかくそっちは問題を抱えてて、こっちは喜んで手助けするってことだ。だが今はタイミングが悪い。まずはここをずらかろう。話はそれからだ。よし、オッケー。ここからずらかろう。と、ボルトボーイがいた。素晴らしい。ボブルヘッド。ショニーが持ってるキャップが100像か。マローンの仲間は三流どころで、昔はもっと大物から追い立てられてたんですよ。このターミナルも同じか。以前の持ち主がどうなったかは知らないが、家賃の取り立て。他には何もない。ここから出ようか。完全な隠れ家。ロックされてて開かなかったドアがあるんだけど、どっかこっから通じてるかな。こっちのドア解除。解除しちゃおう。解除。あ、なんもない。ダクトテープ。マイクロスコープ。ロッカーにもなんもない。別の道はなかったかな。起きた道。バレンタインどこ行った？そこにいた。あれ、誰かの苦労とは聞こえるぞ。やつらがどうやって切り抜ける？まだいる？どれを使おうかな。おい、ディナ。その探偵をからかうのはやめて、こっちに戻ってこい。これ使おうか。どこにいるんだ。ぬかコーラがあった。知ら。1、2、3。あっちに何かいる。ピストル使おうか。誰かいそうだな。これ使おう。奴らを捕まえろ、薄野郎。出て出て。回復。あ、ニックも戦うのか。援護射撃が必要だ、バカ。出て出て出て。仲間がやられてるぞ。あと一人。世界に貢献することになった。よし。おお、頭が吹っ飛んだ。体力が減ってることになかなか気づかないんだよな、戦闘中に。回収。あ、荷物で詰まってるな。
正面から騒々しくだな。とにかく仕事は済んだ。床を後片付けするやつには気の毒だが。なんもない。結構開きそうなドアがたくさんあるな。シャワールーム？ここは？ロッカールーム？骸骨？やっぱあった。このドアは故障している。開けられるか見てみよう。故障してる。なんか想像していた探偵と全然違ったな。ほらできた。錠が反対側についていなければずっと簡単だったんだ。なんかジェントルマンみたいな人を想像してたんだけどな。誰かいるのか。まだいる。お。俺だ。よし。隣接攻撃だとストレングスが高いから負けない。まだいる。ん？そこにいる。ほら、いて。ほら。隣接攻撃じゃダメージ大きすぎるな。これ使おう。回復。よし。待って、まだ別の道なかったか。こっちに。お、解除。 OK。 素晴らしい。あ、ここただの洗濯乾燥室かな。何もない。ん？何もあった。そうだ、ドーピングアイテムが結構余ってるから、どれだっけな、これ使おう。最高。あ、これじゃなかった、もう一つの方だった。あの、時間を遅くするドーピングがあったはずなんだよな。まだいる？どこ歩いてんのか分かんなくなるな。皿がちょっとセラミックになるから回収していこう。上か。いや、これ遅くなった。遅い。止まってはいないけどすごく遅い。来た。結構このアイテムがあったはずだから。今のは15秒だったけど10秒のやつもあったはず。ピンチの時とかに使えるかな。もしくはボス戦とかに。ウイスキー、効果が切れた。もう敵はいないかな。ここにもウイスキー。マロンと仲間はどこかで待ち伏せしている。名前は皮肉たっぷりだが、それに騙されるな。やつは危険だ。また情のかかったとは難しくないはずだ。これじゃないかな。ん？違う。居住区 A1。 ん？ショーンマーサー？これは別の人だよな。 A2。スミスケ、ショーン・モリー、多分別の人だろうな。ボルトのジャンプ、ここのジャンプスーツあった。ドアから一歩踏み出したら何が起きても不思議はないぞ。開いた。一気に何をしてる。ん？不法侵入だぞ。しかも子分を打ち上がったら。え？どれだけ予定が狂うと思う。犬。誰かさんの浮気女のためじゃなければここには来なかった。
彼女にもっと家に手紙を書くように言ってやってくれ。ああ、かわいそうなバレンタイン。こんなに殴られて恥ずかしいって。パパの待つ家に戻ればいいんでしょ。ほっとけばよかったのにな、ニッキー。ここは昔の縄張りとは違う。このボルトで犬、俺が王様なんだ。聞いてるか。ようやくうまくいくようになったのに、探偵ごときに終わらせられてたまるか。さっさと殺せばいいって言ったのに。敵になるか。そしたら感傷に浸っちゃってさ、古き良き時代のたわごとばっかり並べて。誰、こいつは任せろ。好きにマロンはいつだってうまくやってのけるんだ。あっそう、ならこの男はここで何をしてるの。え、バレンタインはみんなを殺させる気でこいつを連れてきたに違いないよ。何が起きてる。そもそもニックとはどういう取引になってる。ダーラは家出娘だ。父親が家に連れて帰ってくれと頼んできた。で、俺の昔の仲間スキニーマローンと一緒にいることが分かったんだ。ギャングのボスだ。なるほど。奴がボルトを乗っ取るほどの人数をかき集められるとは思いもしなかった。人生は全く驚きに満ちてるな。おい、ここを仕切ってるのは誰だ。言いたいことがあるなら俺に言え。オレンジはカリスマ性が問われ、失敗したらドンパチになるんだろうな。もうちょっとお話ししようか。ニックとの関係は。ニックとは知り合いなのか。このトラブルメーカーには昔本当に悩まされたよ。ショバから追い出される前の話だけどな。このダンスは何百回とやったはずだ。この辺りじゃ敵は友達になるのとほとんど同じようなもんだ。引き伸ばすのはやめろ。話したいなら話せ。どうしようかな。平和的に解決ってのはちょっとフラグだな。ダーラが問題だ。自分を見ろ。ダーラは金目当てでもてあそんでる。頼む、成功してくれ。そんなことをされてもいいのか。もっといい女がいるのに。しきにダメだった。女の話でとやかく言わせない。もう十分だ。永遠の別れを告げる時だな。よし、ドンパチ。いててて。え、ドンキかい。リロード。一人向こうに行ったぞ。これでも投げとく。やってない。やった。いててててて。回復。全やった。スキニーマローンの一人がスーパーナノフで奴は軽くなったのか重くなったのか。弾丸で多分数十グラムは重くなった。タキシードもらってこった。あ、ハットももらってこ。お嬢さんは死んだよとダーラの両親に伝えたとしたらかなり気まずくなりそうだな。まあ少なくとも事件は一件落着だ。さあここを出よう。はしごを使えば上に出られるはずだ。殺しちゃったけど一件落着でいいのかこれ。あ、まあ仕方ないか。アイテム回収を。さあ脱出。ここはボルト114。こっちの方からはしごで脱出することもできる。見てくれ、連邦の空だ。どう見ても不吉なものにこれほどそそられる日が来るとは想像もしなかったよ。助けてくれてありがとう。どうやって俺の居場所が分かったんだ。どこへ行ったか知る人も多くなかったのに。か、数週間ぶりに出てきたんだもんな。エリーだ。秘書のエリーだよ。彼女が案内してくれた。彼女が昇級してやらないと。さて息子のショーンがどうしたとか、どんな風に行方不明になったとか言ってたな。ダイヤモンドシティのオフィスに来てくれ。そこで詳しく話してほしい。腰を下ろして頭をすっきりさせるいい機会だと思う。オッケー、そこで会おう。そこで会おう。ダイヤモンドシティで。さあ、アンラッキーバレンタイン。バレンタインを救出完了。で、ボルト114も制圧。さて、
ゲッティングアクルー、これね、これを早速やっていきたいところだけどね、途中だったこれを終わらせよう。あのトリッシュの体にあったメモの、マロースキーという悪党の薬物ラボの場所に行って記述を見つけた。薬物ラボの中に入ると、場所がちょうどどこだったっけな、ここだ。あ、またちょっと遠いのかな。ここまでちょっと行こうかな。途中の移動シーンはちょっとカットしよう。行こうと思ったけど、かなりの数のスーパーミュータントいるな。モングレルもいるし。ちょっとダイヤモンドシティに戻ろう。ダイヤモンドシティ、さあ帰ってきた。と事務所に行こうか。変な服といえばそうだ、114のジャンプスーツ手に入れたんだっけ。なんか変わるかな。あれ、あ、こっちの方がいいや。111の方がいいや。さあ事務所。ここにいるのか。ニック？なんてこと、本当にニックなのね。この顔を他の誰かの顔と間違えるのは難しくないか。死神に向かって笑っていれば、いつか死神が笑い返してくれるよ。助けてくれる友達がいる間はダメだな。ニックを、この事務所、それに仕事も守ってくれたのね。ありがとう。こちらの件はどうなっている。自分自身のことを進めたいんだが。ええ、もちろん。ちょっと片付ける必要がある小さな事務仕事があるの。はい、見つけてくれたら支払うことになっていたキャップ、あと少しおまけね。ねえ、仕事を探しているなら。キャップゲット。それで探偵の帽子をかぶるのが嫌じゃなければ、ニックは絶対新しいパートナーを活用すると思うわ。まあまあ、一つずつ行こう、エリー。まず新しい友人が助けを求めているんだ。よし、仕事を始めよう。座って、楽にしてくれ。座ろう。行方不明の人間を探したいとき、厄介な箇所は些細なところにある。分かることは全て話してくれ。どんなに痛みを伴うにしても。とりあえずボルト111についてから話そうかな。事件の時はボルトにいた。ボルト111だ。一種の冷凍睡眠施設だった。冷凍されていたんだろ。その上地下にいた、封印されて。一人の人間を連れ出すには結構な障害だよ。他に話せることは。誘拐犯について。男と女がいた。奴らはあまり口は聞かなかったけど、私のことをバックアップと呼んでいたのは覚えている。つまり小さなチーム、プロ集団だな。仕事中は口を閉じていられるような連中だ。だがお前をバックアップと呼んだ意味はわからない。他に覚えていることは。殺人犯について。妻は殺された。ショーンが連れ去られるのを止めようとしたら、奴らが。大丈夫、それ以上は言わなくていいわ。ということは冷酷な殺人鬼たちが相手だ。だが奴らは何かがうまくいかなくなって暴力に頼る羽目になった。他に覚えていることは。ショーンについて。息子のショーンを探している。まだ1歳になっていない。なぜ連れ去られたんだ。いい疑問だ。なぜわざわざお前の家族を選び、なぜ赤ん坊をさらったか。誰かが赤ん坊の世話をするだろうが、赤ん坊の世話は手間がかかる。これで確認できた。こいつは思いつきの誘拐ではない。息子さんを連れ去った奴には計画があった。連邦には人を連れ去る集団がいくつもある。レイダー、スーパーミュータント、ガンナー、そしてもちろんインスティチュート。全部聞いてみようかな。インスティチュート。インスティチュートの仕業だと。まあ奴らは連邦の都市伝説ってやつだな。何かがうまくいかないと誰もが奴らのせいにする。理由は簡単だ。
初期型人造人間は部品を求めて町中を荒らし、邪魔になるものは全て殺した。それから新型ができた。人間みたいな出来の良さで町に浸透し、影から操るようになった。最悪なのはそうする理由も奴らの計画もどこにいるのかも誰も知らないことだ。そして俺自身人造人間なんだ。人造人間？プロトタイプだ。あ、彼自体が人造人間だったんだ。プロトタイプなのか。プロトタイプなのか。知る限りではね、自分のような人造人間には会ったことがない。古い方はとてつもないバカで全身金属製だ。それからほとんど人間と変わらない新型がいる。俺はその中間のどこかだな。ショーンを探す。いずれにしてもショーンを見つけなければ。その通りだ。憶測だけでは本筋からそれる。目撃したものに集中しよう。誘拐犯の外見はどんな格好だった？どんなんだったっけな。ハゲ頭で傷があった。一人は真正面に来た。ハゲ頭で左目に傷があった。待て、ありえない。ケロッグという名に聞き覚えはないか？ケロッグ？なんかお菓子かなんかの名前か？そいつは誰だ？そいつがショーンと一緒だと。偶然にしてはできすぎだ。エリー、ケロッグの事件のメモは残っているか？特徴は一致します。ハゲ頭、傷、危険な傭兵仕事をするという評判。でも彼の雇い主は誰も知らないんです。そして奴は町に家を買ったんだな。で、子供と一緒にいると。ええ、その通り。家は荒れ果てたウエストスタンズにあります。彼と一緒にいる少年は10歳くらいです。少年奴はこの町に住んでるのか？まだこの町に。二人ともかなり前に消えた。記憶が正しければ家はまだ残っているはずだ。ケロックの最後の住所まで歩いて行ってみようじゃないか。奴の行き先の手がかりが見つかるかもしれない。あの辺りに警備が行くことは滅多にないけど、それでも二人とも気をつけて。いつだって気をつけてるさ。ケロック、なんか一瞬で人物が割れたな。家があるらしいから見てこよう。10歳の少年って、ショーンなのか。ついていこう。エリーには聞かせたくなかったからここで話しておこう。ケロックの失踪以前に奴について知り合ったことは悪い知らせばかりだ。お前は新聞に出てたの？奴はただの傭兵じゃない。200歳なんだろ。素早く詰まってるよ。手際よく完璧。敵はいない。なぜならみんな死んでいるからな。あんたを除いてはね。だが十中八九奴が探している相手だ。特徴ある外見を教えてくれたからだけじゃない。手口もみんな奴の。少人数の集団を率いて赤ん坊を誘拐し、後々のために両親の片方を生かしている。連邦にいる傭兵でそんなことを成功させられる奴は多くない。ここか。ケロックの家。ここだ。周囲を見張っててくれるか。こいつを開けられるかやってみる。オッケー。こいつはでかい銃だな。何か隠しているのか、ケロック。試してみてくれ。解除しよう。これは開けられない。開けられない。これは開けられない。あ、マスターか。何を見つけないと。パークで上げてたら開けれるのかな。入り口近くにある。あれは市長室へのエレベーター。あの辺に行って聞いてみては。俺はここにいて錠をこじ開けられるかやってみる。市長室は町の入り口近くにある。オフィスに上がるプラットフォームがある。市長室か。話が通じるかな。ロシアムというよりここスタジアムか。人がいる。なぜ市長はオフィスから出てこないの？え？マスコ
に話すの。あ、パイパイいた。私がインスティチュートと一緒だと言ったら走って出てくるくせに。ねえ、もう少し優しい言葉遣いにしたら男性の気を簡単に引けるかもとは思わない？もう少し声の音量を落としたら。ああ、おかげで市長のジョージについて書いたこの記事を思い出したよ。相手は頭が空っぽのブロンドで。わあ、とんでもない奴が来たわね。何のために市長室まで来たんだか。目的は？パイパー、ここで何をしている？今はなぜ市長が同じ怪しい風貌の密使と隔週であっているのか突き止めようとしているところ。どこの開拓地からも話は聞かない。キャラバンからもいつも誰かが彼に話す機会を得る前にいなくなっちゃう。インスティチュートの使い走りの少年の話かな。この記事が出たらみんながそのことを聞いてくるだろうから。ミスパイパー、受付エリアに押しかけるのは済みましたか？市長はもっと責任感のあるエレベーターのためにお時間を作りたいんですって。この先には何もない。出ていくところだったの。あ、これは触っちゃいけないものだ、きっと。市長は訪問者を受け付け、鍵を盗んじまえと。どこにある？市長の周りで変な真似はするなよ。わかったか？こっちか。ああ、そうだ。マネキンか。あ、新しく来た人だね。市長いた。全く羨ましいよ、この輝かし。ケロックの家について。ケロックという名の男がかつてこの町に住んでいた。彼の家を捜索したい。話は分かった。だがどんな理由だろうと市民のプライバシーはとても重要だ。いなくなった後でもね、他人の家に侵入する許可は与えられない。つまりそういうことだ。まあそうなるよな。賄賂、役立たずに感謝を。ああ、カリスマいけるかな。奴が誘拐犯だ。頼む、マクドナウ市長。このケロッグという男は息子を誘拐したんだ。奴を見つけなければ。言ってくれ。話は分かった。ダメだ。申し訳ないが、ミスターケロッグがどんなひどい犯罪を犯していようと、その話だけでは確たる証拠とは言えない。賄賂だとだ。ルールがあるのはね、適切な額の見返りに少しそこを曲げてもらえないだろうか。なんだって、よくもそんなことを。あ、仮にも市長に向かってまるで悪党を雇うような真似をするとは。ごめんなさい、役立たずに感謝を。何の役にも立たなかったが。がっかりさせてしまうかもしれないが、一人の要望だけでなくダイヤモンドシティの住民全員のことを考えなければならないのだ。他のもう一つの選択肢は。マクドナウ市長、この鍵の話に戻ったんだね。申し訳ないが、市民の物件に対する不法な捜索を見逃すわけにはいかないんだ。それだけなのか？助けてはくれないのか？連邦の些細な小競り合いや災難からダイヤモンドシティが守られているのは治安の良さがあるからだ。それは何としても裏切れない。分かった、何の役にも立たなかったが。がっかりさせてしまうかもしれないが、一人の要望だけでなくダイヤモンドシティの住。こっちの部屋に何かある。スリ、スリとかしたら意外と誰か持ってるとか。持ってるじゃん。持ってる上に成功率すごい高い。クイックセーブ。待って、ちょっと隠れてる状態で。何をやってるんだ。名前出ないよ。いけるでしょ。はい、いけた。話が全然通じない市長だった。さあ家まで戻ろうか。これでバレンタインが実は開けてましたとかはないか。さあ鍵を盗んできたぞ、市長から。鍵はあるか。よし行こう、お先にどうぞ。開ける。
なんかあるかな。さてよく見て回ろう。ケロクは何かを残していったはずだ。うん、ホットプレート盗もう。盗めるものも盗んでしまう。なんかあるか。そんな。ケロックのようなやつなら何かでかいことを考えてそうだ。確かに狭い。手錠。なんかあるか。トウモロコシ。ここには何もない。あの机は調べた。机。特に何も。ん？グインネットスタウト？なんか変だ。何でもないか。スイッチとかボタンとか。どっか隠し部屋か何かがあるのかな。ん？あった。これだ。あったあった。隠し部屋。あ、ああぬか後楽園玉がある。傭兵のお気に入りの品ばかりだ。玉もあるし。もらってこう。ショットガンシェルもある。これ放置してったんだ。スチームバッグ。グイネットシュタウトビール、44口径の弾丸、それに葉巻、サンフランシスコサンライツ。興味深いブランド。だがこのままでは何の手がかりにもならない。やつはもう見つからない。くそ、気がめいることを言うな。二人ならやり遂げられるさ。ドッグミートはどうだ。彼のような連邦の犬は何キロも匂いを嗅ぎ分け追跡できる。ドッグミート？ドッグミートは仕事を欲しがっているようだ。彼の鼻を使ってもらおうじゃないか。匂いを嗅ぎ分けられるかやってみよう。出発前に一言。これが個人的な案件なのは分かってる。ケロッグと一人で対決しなければならないと言うならそう言ってくれ。アドバイスは？何かアドバイスは？ケロッグが本当に息子を誘拐した相手なら、奴は危険な男だぞ。危険なのはあんたもだが、奴を恐れる必要はない。連邦に何を投げつけられようとも恐れることはない。一緒に来てか。やってみようかな。この件に関しては一緒にやってほしい、ニック。わかった。そいつを捕まえよう。ここからあとは指示に従おう。ジャンプしろと言われたら、高さはどれぐらいか聞き返すぐらいだ。ドッグミートに葉巻見せてみよう。匂いを嗅ぎ分けろ。いい子だ。何かわかったか。わかったのか。このクエストは完了。出てっちゃった。とりあえずこの辺のアイテムを回収。リユニオン再開。ドクミートの後を追う。ドクミートが匂いを嗅ぎつけた。ケロックの元へ導いてくれることを願って後を追わないといけない。なるほど。とりあえずドクミートが道を示してくれる。で、ニック・バレンタインも。どんな計画だ。一緒についてきてくれる。よし、じゃあ今回はここまでにしようかな。手がかりがだいぶつかめてきたので。これからは、誰だっけな。ケロックだ。ケロックを探して、ショーンのことを聞くと、もしくは逮捕ができるかもしれない。じゃあとりあえず、今回はここまでで。はい、ご視聴ありがとうございました。